ただいまから令和3年3月及び市議会定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は16名で定数に達しておりますので会議は成立しております。日程に入る前に諸般の報告をいたします。地方自治法第121条の規定に基づき桜井市長ほか関係者の出席を求めてあります。次に監査委員から令和2年12月分の例月水道検査のほか5件の報告書が議長に提出されておりますのでご報告いたします。なおその写しはすでにお配りしてありますのでご了承願います。本日の議事日程は配布してありますので朗読を省略いたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第119条の規定に基づき議長から指名いたします。5番山室秀隆君、7番吉浦秀明君、以上2名を指名いたします。日程第2、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は本日から3月23日までの19日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は19日間と決定いたしました。日程第3、継続審査事項の報告についてを議題といたします。12月定例会において閉会中の継続審査事項となっておりました所管事務の調査については各委員長から調査の報告書が提出されております。その写しは配布してありますのでご了承願います。日程第4、議案第3号令和3年度及び市一般会計予算から議案第24号変地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更についてまでの議案22件を一括して議題といたします。議案はすでにお配りしてありますので朗読を省略いたします。提案理由の説明を求めます。市長桜井盛雄君。皆さんおはようございます。本日ここに令和3年3月及び市議会定例会の開会にあたり議員各位にはご出席を賜り誠にありがとうございます。本定例会におきましては提出いたしました令和3年度一般会計各特別会計予算及び企業会計並びにその他の議案についてご審議をお願い申し上げます。提案理由の説明に入ります前に新年度に臨むにあたっての私の市政運営の基本姿勢と所信の一端を申し上げ、予算の概要をご説明申し上げます。私は市長に就任して以来、市政運営に対する一貫した基本姿勢といたしまして、市民の皆様方と直接話し合い、市民の皆様方の声を市政に反映させるよう取り組んでまいりました。令和3年度につきましても、これまでと同様に、市民の皆様方の目線に立って、着実に施策を展開をしてまいります。さて、新型コロナウイルス感染症の拡大により、私たち社会生活は一変し、新しい生活様式への対応が求められています。これまで国、地方を挙げて、地方創生を推進しても、歯止めがかからなかった東京一極集中の是正についても変化の兆しが見え始めております。このような状況を踏まえ、
コロナ禍によるピンチをチャンスに変え、子どもから高齢者まで市民一人一人が小矢部市に住んでよかったと実感できるまちづくり、そして市外の人が小矢部市に住んでみたいと思えるまちづくりを進めるため、各種施策に取り組んでまいります。このことから、令和3年度の予算につきましては、コロナ禍におけるテレワーク移住の推進をはじめとした移住・定住の促進に取り組んでまいります。改めて本市が有する立地の優位性や生活環境の良さなどについて、テレワーク移住するなら小矢部市をキャッチフレーズに、首都圏を中心に全国に向けて PR をしてまいりますとともに、テレワーク体験お試し事業などにも取り組みながら、移住・定住の促進と支援に努めてまいります。また、企業向けには、サテライトオフィス、施設整備費などへの助成にも、新たに取り組みながら、本市にサテライトオフィスを設置する企業の誘致に努めてまいります。さらに、母子保健推進事業として、新たに3つの取り組みを行ってまいります。3歳児健診の視力検査時に使用する屈折度測定機器の導入や、子育て支援サービスアプリの導入、そして産前産後サポート事業に取り組み、子どもを産み育てやすい環境づくりの一層の推進を図ってまいります。次に、総合保健福祉センター2階のタワーの湯跡を介護予防、生きがいづくり、ボランティア活動などの支援を行う複合施設として整備を行ってまいります。加えて、将来の交際費の増数に備えるため、減災基金の計画的な積み立てに取り組み、将来を見据えた健全で持続可能な財政運営にも目配りをしてまいります。これらを踏まえ、令和3年度の予算につきましては、より一層の進展を目指し、着実に歩みを進めていくという思いを込め、着実に歩む実行予算と位置づけました。新型コロナウイルス感染症による影響が続き、先行きの見通しがつきにくい厳しい状況にはございますが、市民の生活と命を守り、地域経済を回復させるという強い覚悟を持ちながら、本市が掲げる将来像、魅力、安心、充実、幸せ親部の実現に向けた市政の進展を目指し、市民一人一人が親部市に住んでよかったと実感できるまちづくりを着実に進めるため、私自身が市職員の先頭に立ち、親部市の持続的発展のため、全身全霊を傾けて市政に取り組んでいく決意であります。所守を忘れることなく、誠心誠意、市政運営に専心してまいりますので、議員各位、並びに市民の皆様方の格段のご支援とご協力をお願い申し上げる次第であります。さて、国は令和3年度予算を令和2年度第3次補正予算と合わせ、一体として編成をし、感染拡大防止に万全を期しつつ、デジタル社会、グリーン社会の実現、活力ある地方づくり、少子化対策など、全世帯型社会保障制度の構築など、中長期的な課題への対応に必要な予算措置を講ずることとしております。また、令和3年度地方財政対策におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税等が大幅な減少となる中、地方公共団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、防災、減災、国土強靭化の推進などの重要課題に取り組めるよう、地方交付税等の一般財源総額について、実質令和2年度を上回る額を確保することとしております。本市の令和3年度予算編成にあたりましては、このような国の編成方針などを勘案しながら、市税や地方剰余税、交付金、臨時財政対策債を含む
実質的な地方交付税の金額を積算して一般財源を見積もった次第であります。またサマーレビューの実施により見込んだ約4億6000万円の一般財源不足額に対応するため予算編成方針において財源の確保や経費別のシーリングを設けるなど徹底した支出の見直しを示し選択と集中並びに平準化そして将来的な交際費の負担の抑制を図るとともに本市財政の課題である増加傾向にある地債の借り入れや財政調整基金の繰り入れに頼らない予算を目指し編成作業を進めてまいりました。以上申し上げました方針のもと編成をいたしました令和3年度の予算規模につきましては一般会計131億4500万円公共用地先行取得事業特別会計4070万円国民健康保険事業特別会計28億3190万円後期高齢者医療事業特別会計9億1870万円東部産業団地事業特別会計1億2220万円水道事業会計11億914万円下水道事業会計36億7640万円合計218億4404万円であります。全会計の合計額は前年度に比べ6億282万円の減率にいたしまして 2.7% の減となっております。なお一般会計につきましては前年度と比べ5億9000万円の減率にして 4.3% の減となっております。次に歳出予算の概要についてご説明を申し上げます。説明にあたりましては第7次小矢部市総合計画においてまちづくりの基本目標として掲げております魅力あふれる産業と経済活力のみなぎる町、人を呼び込む都市空間と多彩な交流でにぎわう町、未来に優しい環境と安全安心に暮らせる町、市民と行政が協働して自治体経営を支える町、人を健やかに育む教育と歴史文化が息づく町、心が安らぐ健康と温かな福祉で支え合う町の6つの目標をもとに概括をし、それぞれについて特に配慮いたしました事柄を中心にご説明を申し上げます。第1は、魅力あふれる産業と経済活力のみなぎる町についてであります。農業農村振興対策につきましては、人口減少等により、米の消費量が減少しており、さらに新型コロナウイルス感染症の影響により、米の消費量の減少が見込まれることから、生産者の所得を確保し、転作作物の生産振興を図るため、地域特産物定着化促進助成金の対象作物に、ヤーコン、トマト、白菜、エゴマを追加いたします。また土づくりへの支援をメルヘン米に加え転作作物にも拡充し地域特産物の定着化を図ってまいります。さらに新たに熊捕獲対策などを講じながら引き続き有害鳥獣捕獲対策を推進し営農意欲の減退などの防止に努めてまいります。商工業振興対策につきましてはテレワーク移住の推進による定住促進対策と並行して本市内においてサテライトオフィスを新設した事業者に対する補助制度を創設することにより UIJ ターンおよび企業誘致の促進を図ってまいります。併せてサテライトオフィスの設置によるワークライフバランスの充実新型コロナウイルス感染症対策の促進を図ってまいります。
第2は人を呼び込む都市空間と多彩な交流でにぎわう街についてであります。道路ネットワークの充実につきましては、県営街路事業において引き続き車内上野本線、駅南中央線の整備を促進するとともに、これまで市営街路事業として整備を進めてまいりました余島西中野線について、新たに県営街路事業に振り替えて整備することとしております。観光振興対策につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い売上が低迷した市内外の観光関連事業者に対する支援および市内観光の促進を図るため、市内で見学、体験、食事、宿泊を行う着地型のバスツアーを企画する旅行業者に対し補助制度を創設することといたしております。定住促進対策事業につきましては、コロナ禍においてテレワーク移住が注目される中、テレワークが中心になったら住むべき町に本市が選ばれたことから、テレワーク移住をするなら親部市をキャッチフレーズに、首都圏を中心に全国に向けて PR をしてまいります。またテレワークお試し体験や先輩移住者の生の声発信事業などにも新たに取り組みながら、移住定住の促進と支援に努めてまいります。また移住の促進や定住人口の確保増大、関係人口の創出につなげるため、引き続き地方創生推進交付金を活用してシティプロモーション事業に取り組んでもまいります。令和3年度は本市が有する自然、食、祭り、人などの資源を分かりやすく紹介するシティプロモーションブックを制作いたします。本市への理解を深め、地元への愛着を醸成することで定住や将来の U ターンへの結びつきを図ってまいります。またふるさと親部を応援していただく取り組みとして、引き続き親部ふるさと通信の発信などを行いながら、ふるさと納税などを利用して親部を応援していただける関係人口の創出にも努めてまいります。またふるさと納税のポータルサイトを追加して寄付しやすい環境を整えるとともに、引き続き魅力ある返礼品となるよう特産品のブラッシュアップに向けた取り組みを行いながら、寄付件数や寄付額の増加を目指し、自主財源の確保を図ってまいります。第3は、未来に優しい環境と安全安心に暮らせる町についてであります。生活環境の保全につきましては、課題となっております選定し処理費の増大への対応として、現行の堆肥化処理と焼却処理とのコスト比較を行いながら、処理費の抑制に向けて検討を進めるとともに、社会実験として市民貸し出し用の選定し処理機2台の購入を行い、家庭における資源化促進と持ち込み量の削減、そして持ち込む際の原用化などに取り組んでもまいります。第4は、市民と行政が共同して自治体経営を支える町についてであります。持続可能な自治体経営の確立につきましては、引き続き公共施設の再編や長寿命化に取り組むとともに、再編により生じる廃止施設等の売却のために必要な予算を計上するなど、必要な取り組みを一層推進してまいります。また行財政改革の推進に向けて、引き続き経費の節減に努め、最小の経費で最大の効果を生み出せるよう、職員全員で知恵を絞り、堅実で実効性のある組織となるよう、行財政改革に取り組んでまいります。なお、公共施設再編や長寿命化の主な取り組みといたしましては、市民交流プラザの第3駐車場整備をもって、市民交流プラザ整備事業が完了となります。
また学校給食センターにつきましては、基本構想を踏まえた施設整備手法等のさらなる調査を行ってまいります。また自治体のデジタル変革に向けた取り組みといたしましては、従来紙で行われていた入札に伴う一連の手続きをインターネットを介して行う電子入札システムでの実施を目指し、その調達を県と県内市町とで共同して行い、令和4年7月の利用開始を目指してまいります。これにより入札にかかるコストの縮減や業務の効率化を図ってまいります。さらに将来を見据えた健全で持続可能な財政運営に向け、将来の交際費の増数に備えるため、減災基金の計画的な積み立てにも取り組んでまいります。第5は、人を健やかに育む教育と歴史文化が息づく町であります。学校教育の充実につきましては、新年度からいよいよ始まります小中学校におけるタブレット端末を利用した授業の円滑な実施に向け、ICT 支援員の派遣を通して、教員への支援などを行い、引き続きギガスクール構想の実現を目指し、必要な取り組みを進めてまいります。障害スポーツの促進につきましては、今後10年の障害スポーツの推進に向けた指針、取り組みについて、アンケート調査を行い、第4次障害スポーツプランを作成してまいります。また、陸上競技場について、ルール改正に伴う3種公認取得に向け、必要な改修工事を行ってまいります。歴史遺産、文化財の保存と活用につきましては、引き続き文化財の保護と活用に努めてまいります。新年度は、曳山の車輪の修繕、獅子舞の用具の購入に対し、助成をしてまいります。また、市指定文化財の絵図、越冬が三州市府図の保存活用を図るため、電子データ化を行い、インターネット上で広く公開をしてまいります。最後に、心が安らぐ健康と温かな福祉で支え合う町についてであります。妊娠・出産・子育て支援の充実につきましては、屈折異常や視力異常の早期発見を行うために、3歳児健康診査において屈折機器を用いた測定を新たに導入してまいります。また、妊娠期及び子育て期の母子をサポートするため、スマートフォン向け子育て支援サービスアプリを導入してまいります。さらに、妊娠・出産・子育てに関する悩み等に対する相談支援、並びに親同士の交流支援を促す産前産後サポート事業に新たに取り組んでまいります。就学前教育・保育の充実につきましては、社会福祉法人が運営する認定こども園について、老朽化した施設の移転新築及び保育施設の防犯機能強化のために要する費用の一部を助成し、保育環境の充実を図ってまいります。高齢者福祉の充実につきましては、新たに100歳プラスワン体操実施地区助成制度を創設し、その実施に要する初期費用への助成を行いながら、地域ぐるみで高齢者の健康づくりに取り組んでまいります。また、廃止されたタワーの湯跡を介護予防、生きがいづくり、ボランティア活動などの支援を行う複合施設として整備を行ってまいります。以上が歳出予算の概要であります。次に歳入予算の概要について説明をいたします。まず、一般会計の市税につきましては、43億1764万円を計上いたしました。このうち個人市民税や法人市民税等につきましては、令和2年度決算見込みを考慮しながら、国の経済見通しや税制改正及び本市の実情を踏まえて、
総合的に勘案し、見込みうる額を計上したものであります。地方譲与税および各種交付金につきましては、地方財政計画や令和2年度決算見込みなどを勘案しながら計上をいたしております。地方交付税につきましては、令和2年度決算見込みを考慮しながら、市税や地方譲与税および各種交付金の増減による影響を勘案するとともに、基準財政需要額および基準財政収入額をそれぞれに積算して、見込みうる額を計上をいたしております。国庫支出金および県支出金につきましては、補助事業への対応を積極的に行いながら、各事業の歳出に見合う額を計上いたしております。私債につきましては、今年度に交付税措置のある有利な私債の選択を基本とし、交付税措置のない私債については、基本的に借り入れを行わず、事業の適切性に十分配慮し、適正な額を計上いたしております。また、地方交付税の代替財源であります臨時財政対策債につきましては、地方財政計画に基づき積算した額を計上いたしております。寄付金につきましては、企業版ふるさと納税等の見込みうる額を計上いたしております。繰入れ金につきましては、ふるさと親部を応援したいという思いを持った多くの皆様方からの令和2年中の寄付に基づくふるさと親部応援基金からの繰入れ金3653万3000円を計上し、寄付された方々のご奉仕を有効に活用させていただくとともに、各種基金の活用に取り組み、事業の目的に合致した基金からの繰入れ金を計上いたしております。次に特別会計および企業会計予算の概要について説明をいたします。公共用地先行取得事業特別会計につきましては、土地開発基金からの借入金、財産収入等を計上いたしております。国民健康保険事業特別会計につきましては、国民健康保険税、国庫支出金、県支出金、保険基盤安定化対策等による一般会計繰入金等を計上いたしております。後期高齢者医療事業特別会計につきましては、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金等を計上いたしております。東部産業団地事業特別会計につきましては、土地貸付による財産収入、一般会計からの借入金を計上いたしております。水道事業会計につきましては、給水収益などの営業収益や営業外収益、企業債、一般会計繰入金等を計上いたしております。下水道事業会計につきましては、下水道使用料などの営業収益や営業外収益、企業債、一般会計繰入金、国庫補助金、分担金及び負担金などを計上いたしております。以上が令和3年度の予算の概要であります。議案第10号は令和2年度親部市一般会計補正予算第14号であります。今回補正いたします額は歳入歳出それぞれ1億1139万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ186億6459万8000円とするものであります。まず今回の補正予算において、新型コロナウイルス感染症への対応として、歳出予算を追加して行う事業の7点について、その概要を説明してまいります。1点目は、指定管理施設支援事業費であります。市内の指定管理施設のうち、利用料金制を採用し、管理運営する事業者に対し、施設の運営を支援するために、6月から12月までの利用料金収入の状況を考慮し、支援金の交付を行ってまいります。
2点目はサイクリングターミナル管理運営費であります。サイクリングターミナルにおける新型コロナウイルス感染症対策として施設の空調設備の更新を行ってまいります。3点目は商工業振興対策費であります。インキュベーター施設における新型コロナウイルス感染症対策として施設の空調設備の更新を行ってまいります。4点目は観光推進費であります。富山県および県内市町村と連携して県下全域で外国人 AI チャットポットを導入し、非接触による情報提供、対応力の向上、県内周遊、長期滞在の促進、観光客の志向や潜在的なニーズの収集分析を行い、デジタルツールを活用した観光サービスの整備を図ってまいります。5点目は小学校管理運営費であります。小学校における新型コロナウイルス感染症対策として十分な換気を行ったことにより空調機器の稼働量が増加したため電気量の不足への対応を行ってまいります。また国の学校教育活動継続支援事業費補助金を活用し引き続き新型コロナウイルス感染症対策を講じながらコロナ禍においても学校教育活動を継続するための支援を行ってまいります。6点目は中学校管理運営費であります。小学校管理運営費と同様に空調機器の稼働量増加に伴う電気量の不足への対応と国の学校教育活動継続支援事業費補助金を活用したコロナ禍における学校教育活動の継続への支援を行ってまいります。7点目はクロスランド親部管理運営費であります。クロスランド親部における新型コロナウイルス感染症対策としてトイレ洗面台の蛇口の自動水洗化を行ってまいります。また今回の補正予算では新型コロナウイルス感染症への対応に加え先般の高病原性鳥インフルエンザの発生を受けて市内養鶏場において講じられている緊急的防疫措置に対し支援を行うとともに先般の大雪により被災した農業者が早期に経営再開できるよう農業用ハウス等の復旧費用に要する経費に対しても支援をすることといたしております。次に歳出予算を各館ごとにご説明を申し上げます。第2館総務費6,971万6,000円の増額は指定管理施設支援事業費、企画事務費、サイクリングターミナル管理運営費、財政調整基金積立金および戸籍住民基本台帳事務費の増額、市町交流費、定住促進対策事業費および親部型 1% マッチづくり事業費の減額、並びに市営バス事業費および庁舎維持管理費の財源構成による精査であります。第3巻民生費1180万円の増額は生活困窮者自立支援事業費、障害者福祉推進事業費、障害者自立支援給付事業費、介護保険制度事業費、地域子育て支援拠点事業費、民間保育施設運営費及び生活保護扶助費の増額、総合保健福祉センター管理事業費、障害者地域生活支援事業費、重度心身障害者等医療費助成費、子ども及び妊産婦医療費助成費、児童扶養手当給付費及び保育施設運営費の減額、並びに老人福祉対策費及び児童福祉対策費の財源構成による精査であります。第4巻衛生費3190万2000円の減額は、母子保健推進費及び感染予防費の増額並びに地域医療体制整備事業費、
生き生き健康フェスティバル事業費、後期高齢者医療を事業特別会計繰出金、水道事業会計出資金および繰出金および人員収集処理費の減額による精査であります。第6巻農林水産業費1億3315万4000円の増額は、鳥インフルエンザ防疫対策事業費および農業施設等雪害復旧支援事業費の追加、土地改良振興事業費、市営土地改良事業費および森林経営管理事業費の増額、並びに生産調整推進対策事業費および下水道事業会計繰出金の減額による精査であります。第7巻商工費1207000円の減額は、商工業振興対策費の増額、観光推進費の減額並びに道の駅地域振興施設管理運営費の財源構成による精査であります。第8巻土木費7877万2000円の増額は、道路橋梁管理費、道路維持補修費、市道新設改良事業費および下水道事業会計繰出金の増額、並びに街路事業費および公園施設管理費の減額による精査であります。第9巻消防費5413万4000円の減額は、消防水利整備事業費の増額並びに消防施設管理費の減額による精査であります。第10巻教育費3380万8000円の減額は、小学校管理運営費、中学校管理運営費、クロスランド親部管理運営費およびスポーツ振興事業費の増額、情報教育環境整備事業費の減額並びに通学対策費、社会教育推進費、公民館管理運営費および体育施設改修事業費の財源構成による精査であります。第11巻災害復旧費5500万円の減額は、現年林道施設災害復旧事業費および現年公共土木施設災害復旧事業費の減額であります。第12巻交際費600万円の減額は、利子の減額並びに元金の財源構成による精査であります。でこれらに対する財源といたしましては、地方常用税のうち森林環境常用税42万8000円、国庫支出金5182万3000円、県支出金8713万9000円、財産収入6000円、寄付金4420万4000円、繰り越し金338万6000円および市債のうち各種事業債や臨時財政対策債の6330万円の増額並びに分担金及び負担金1676万8000円、繰入れ金2000万円及び諸収入5891万1000円の減額により措置しようとするものであります。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、来年度にわたって徴収猶予の申請があったものや、減収の見込みがあるものへの対応として、市税3821万6000円、地方常用税のうち地方揮発油常用税270万円、地方消費税交付金4410万円、ゴルフ場利用税交付金1040万円を減額するとともに、市債に減収補填債5220万円を追加しようとするものであります。第2条は繰越免許費の補正であります。第3条は地方債の補正であります。
議案第11号は令和2年度小矢部後期高齢者医療事業特別会計補正予算第3号であります。今回補正をいたします額は歳入歳出それぞれ1053万9000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ9億4043万1000円とするものであります。補正の内容は後期高齢者医療保険料の均等割額および所得割率が変更されたことによる増額並びに一般会計繰入れ金のうち保険基盤安定繰入れ金の減額による精査に伴い後期高齢者医療広域連合納付金を増額するものであります。議案第12号は令和2年度小矢部水道事業会計補正予算第1号であります。今回補正いたします額は収益的収入を553万2000円減額し、収益的収入の総額を6億3010万8000円とするものであります。補正の内容は高い系補助金の減額であります。収益的支出は552万3000円を減額し、収益的支出の総額を5億9215万7000円とするものであります。補正の内容は排水および給水費の減額であります。加えて資本的収入を2946万7000円を減額し、資本的収入の総額を2億3433万3000円とするものであります。補正の内容は上水道事業債および高い系負担金の減額であります。資本的支出は5000万円減額し、資本的支出の総額を5億3496万円とするものであります。補正の内容は第3次拡張事業費の減額であります。議案第13号は令和2年度小矢部下水道事業会計補正予算第1号であります。今回補正いたします額は収益的収入を478万2000円減額し、収益的収入の総額を12億9807万8000円とするものであります。補正の内容は下水道使用料及び特別利益等の増額並びに高い系負担金及び長期前受け金戻し入れの減額による精査であります。収益的支出は244万5000円を減額し、収益的支出の総額を12億8131万5000円とするものであります。補正の内容は環境費等の増額並びに支払い利息等の減額による精査であります。加えて資本的収入を1496万7000円増額し、資本的収入の総額を17億9929万7000円とするものであります。補正の内容は高い系出資金の増額並びに工事負担金の減額による精査であります。資本的支出は951万7000円を減額し、資本的支出の総額を22億1144万3000円とするものであります。補正の内容は公共下水道事業費及び流域下水道建設費負担金の減額並びに特定環境保全公共下水道事業費及び建設改良事務費の増額による精査であります。次に予算以外の議案につきましてご説明を申し上げます。条例につきましては制定が小矢部市商業施設の誘致に関する条例の制定であります。一部改正は小矢部市積立基金の設置及び管理に関する条例の一部改正など8件であります。その他といたしましては
指導の路線認定など2件であります。以上をもちまして今回提出いたしました議案の説明といたします。何卒慎重なご審議の上議決をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。提案理由の説明を終わります。日程第5予算特別委員会の設置についてを議題といたします。お諮りいたします。ただいま上呈されました議案のうち議案第3号から議案第9号までの令和3年度にかかる予算案件については委員会条例第4条の規定に基づき15名の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、議案の審査をすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、本案については、15名の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、議案の審査をすることに決定いたしました。お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定に基づき、議長から指名したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。それでは、予算特別委員会の委員に、1番林昇君、2番竹松豊和君、3番出会和人君、4番谷口拓海君、5番山室秀隆君、6番加藤幸男君、7番吉浦秀明君、8番吉田康弘君、10番白井渉君、11番福島勝力君、12番中田正樹君、13番石田義弘君、14番島田幸恵君、15番沼田信義君、16番砂田義明君、以上15名を指名いたします。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました15名の諸君を予算特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。お諮りいたします。3月8日から10日までは議案調査のため休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって3月8日から10日までは休会とすることに決定いたしました。なお、3月11日午前10時から本会議を再開いたします。以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。